それまでだな。くそ。で。奴らなら自分で植えた植物の上に落としたりはしないだろうからな。しかしこの分じゃアリ一匹生き残っちゃいないぜ。どうしたアキ。確かに。彼かね、クレーターで救出した人間というのは。はい、でも信じられません。あの爆発の中にいて無事だなんて。ミリー、お客さんの具合は。大丈夫、傷はひどいけど命に別状ないわ。そっか。それとも地球人か。答えろ。ラダム、なんだよそれ。エイリアンだ。オービタルリングを占拠してる。おいおい、奴らと名刺交換でもしたのか。オタク、まだ寝てんじゃない。そうか、お前らラダムじゃないのか。じゃあここはどこだ。外宇宙開発機構の本部だ。外宇宙開発機構、閉めた。何が閉めたよ君。ミリーを離しなさい。リーって。初対面の人にはまず自分から名乗るのが礼儀でない。名前、名前なんて覚えてない。忘れちまった。ここの責任者は誰だ。私だが。頼みがあるんだ。
頼み？ああ貸してほしいんだ俺にスペースシップを。なんだ。地球のどこかに宇宙生命体が降下したのよ。くそ、始まっちまったか。君、ついてきたまえ。オーストラリアのジョーンズ連合防衛軍基地だ。やはりひとたまりもないか。頼む、頼む、俺にスペースシップを貸してくれ。スペースシップ？何言い出すんだお前。それしかこの危機を救う方法はないんだ。待て、君は地球人か。見ればわかるだろう。ならば知っているはずだ。現在の地球にスペースシップはない。けどここになら一機ぐらいあったとしてどうするのか。ラダムが大規模な地球降下作戦を開始したんだ。今の攻撃はその第一波。じきに奴らの本体が地球に降りてくる。